リチャード・ジェームズ・レーン画のカニンガム公、第2代、カニンガム公爵フランシス・ナサニエル・カニンガムは、イギリスの政治家、貴族。新女王、ビクトリアの午前にひざまずいてその手に口づけをして、忠誠を誓う、区内長官カニンガム公とカンタベリー大主教、ウィリアム・ハウリ。アイルランド貴族の初代カニンガム主爵、ヘンリー・カニンガムの次男として、アイルランド・ダブリンに生まれる。 母はその妻エリザベス。兄にヘンリー、弟に後に、ロンデスバラ男爵に除されるアルバートでニソンがいる。イートンカレッジを卒業。1818 18年6月から1820年12月まで、ウェストベリー選挙区から、1825年2月から1831年5月までは、ドニゴール選挙区から選出されて、庶民委員を務める。トーリー統下で、 衣服長官、外務政務次官、下級大倉卿などの役職を歴任した。1832年12月28日に、父が死去し、カニン無効公位を継承した。継承した爵位の中には、連合王国貴族爵位ミンスター団爵位もあったため、貴族院議員に列した。その後、ホイック党の第2代メルバーン死釈、ウィリアム・ラムの政権に参加し、 郵政長官や区内長官を務めた。1835年5月には、数密顧問官に列する。区内長官在職中の1837年6月20日午前2時20分、ウィリアム4世が表御した。総長官タベリー大主教、ウィリアムハウリと共に、ビクトリア女王のいる、ケンジントン宮殿に入り、彼女の院権を受けた。カニンガム教は新女王に、 国王陛下が崩御されました。女王陛下万歳。と叫び、彼女の前にひざまずいてその手にキスをして、忠誠を捧げた。1869年から1876年にかけてはミース知事を務めた。1876年7月17日にロンドンハミルトンプレイスで死去した。1824年に初代アングルシー公爵ヘンリー・バジェット元帥の 娘ジェーンと結婚。彼女との間に、以下の二男四女を儲ける。ありがとうございます。